福山です。風味です。わかった TV です。今回新橋に来ました、はい、今回、はい、ある説を検証したいなと思ってて、はい、その説が、うん、この時代に紙タバコ吸ってるやつ、はい、低学歴説。おー、紙タバコも副流煙とかすごいんですよ。そうだよね。そう、あれ吸ってない人にもさ、よくないじゃん。肺がんのリスクとかも上がったりするんで、そういうその紙タバコはもう、うん、なしにしてもらおうかなと思って、あ、まあ、そういう人が低学歴ですよと、はい、高学歴のみんな紙タバコ吸うなよ、歩きタバコするなよという、うんうん、そういう番組でございます、はい、今回いい内容じゃないですか。ちょっとどうしたの？もう成敗するで。わかって TV。 風味はタバコ吸わんの？低学歴の吸うものや。いやいや、お大兄弟は吸わんよ。いや本当に？マジ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 。お大兄弟でタバコ吸ってるやつを見て教えてほしいもん。ああなるほどね。も俺も大学生の時たくさん吸ってたよ。ええマジ？うん、こういうやつ。ほらおっぱいやないかそれ。母乳やん。母乳ちゃん吸ってるやん。今回新橋でタバコ吸ってる方にインタビューしてるんですけど、はい、お兄さんも喫煙者ですか？まあそうですね。はい。ああちょっとタバコとか見せてもらって。これ有名？バラークです。紙タバコ、これ何度っていうんですかね。3ミリです。3ミリですね、はい、3ミリ。じゃあそんなに強くはない。いやそうですね、まあ、毎回違うの捨てますから。あ、そうなんですね。雑食なんですね。いや雑食ちょっと違うと思う。違います。いくつぐらいから知ってるんですか？知ったきっかけは、はい、うん、ちょっとまあ練り上げは言えへんけど、はいはい、20歳ですね。20歳かな。あ、含みあるな。紙タバコ吸ってる方、はい、低学歴説っていうのを検証してまして、はいはいはい、お兄さんの通ってた大学、はい、教えていただいてもいいですか？あ、同志社です。おお、待って、いや同志社やば、はい、賢いや。関西の私立トップやん、もう。高学歴。学部はどっちなんすか？僕は政策学部。ああ、はい、いやまあまあまあ、はい、同志社中の下学部です。バカさん、喫煙者どうですか最近？このなんか喫煙場所減ってるじゃないですか。あ、めっちゃ減ってますね。はい、それに関してどう思いますか？まあでも臭いんでしゃあないんじゃないですか。そこは受け入れてるんですね。なんかこの野郎みたいな。そう、いやだって僕も吸った直後は別にタバコの匂い、はい、嫌やなと思ってますから。ああ、そうですね。客観的に見てますね。なるほど。これやね、高学歴は客観的に見えんね。山根さん、今日なんで新橋行ったんですか？いや、仕事で、うんうん、初出勤で。何のお仕事ですか？うん、新幹線のチケットを売り買いする。ああ、金券ショップみたいな。そうそうそう。持ってるタバコとか見せてもらってます？この3つですね。はい、おお、すごい。ピースのライツ、何ミリですか？10ミリ。おお、あ、強い。めっちゃ強い、めっちゃ強い。で、マルボロも。あ、マルボロ。ブラック。フラメン8ミリ。これ強い。うわ、いや、めっちゃ強いよ。ハイライト。え、10何ミリ？17。これね、言っていい？俺これ吸ったら致死量だよ、多分。じゃあ今回ちょっと本題入りましょうか。はい、タバコ吸う方の、うん、偏差値を測ろうという企画をやってまして、はい、すいません、はい、お姉さんの最終学歴をお伺いしてもいいですか？高卒。まあまあまあ。バカですよ、かなり。いや自分で言わないでください。自覚しました。いや、バカだね、お前。見つけましたよ。やめろ、お前、本当に。すいません、お姉さん、ダンサーとかじゃないですか？じゃ今、新橋で、これから踊りに行くんですか？いや、もう乗ってきて、これから仕事です。あ、これが仕事なんですね、なるほど。じゃあ今ちょっと一服してるって感じで、はい、あ、ちなみに吸ってたやつなんか見せてもらってもいいですか？お、メイビウスですね。よく聞く。はい、これまあ5ミリぐらいですよね。そうですね。はい、ですよね。はい、タバコいくつから吸ってるんですか？20歳。ああ、じゃあもう20歳。あ、そうなんですね。え、なんで吸い始めたんですか？友達の付き合いです。友達の付き合い。どういう付き合いですか？いや、お前吸えよ。いや、喫煙所一緒に行ってて、はい、暇だから吸ってみよう。あ、なるほどね。喫煙所の会話、めっちゃおもろいのよ。はい、あるでしょ。俺も誘ってよって思うもん。そうだよね。お前と行ったら風船とかおい、誰が豚や。ちょっとお姉さんの最終学歴をお伺いしてもいいですか？最終大卒。え、大学？マジ？え、絶対嘘。もうえ、ワンチャン中卒か思ったよ。いや、まあどうせしょうもない大学ですよ。いや、お前大卒であることがもう価値あるからいいの、それで。一応何大学ですか？いや、あのファミリーマートでよく流れてる。あ、帝京平成だ。帝京平成。ファミマ大学ですね。ファミマ大学。ここがすごい。ここがすごい。教えてください。
医療系も強い。ああはい、看護とかね、薬学とか、はい、確かに確かに。帝京平成は喫煙所とか多いんですか？ちっちゃいけどあります。ああお前多いってさいやいやいや、お前エフラン多いみたいに言うの分かたれ。何人中何人かちょっとざっくり教えてもらえますか？確かに10人帝京平成大学行ったら、まあ、医療系でも何でもいいですけど、でおヘビースモーカー大学や。いや、バカさよ、お前。まあ、まあ、イメージね、イメージ、うん、お姉さんの周りのイメージ。教室やにくさいんちゃう？やめろ、お前。バカたれよ、お前。あの、高田の部屋、汗臭いです。おい、はい、ほら、学校の先生とかでいません？たぶんどうする？あ、そうです。やっぱその先生、学歴とかどうすか？いやでも高いっす。意外と、はい、意外と何大がタバコ吸ってんの？慶応大学。おお、まあやっぱ慶応未熟大学ですから。やめろお前。バカタレ。バカタレ。いいね。グー。志望校はどこなの？志望校は関西外大です。関大？ちょっと低めやね。でも上の学部は高いんで。出演者に負けちゃうよ学歴。いやダメっすねそれ。そうだよ。関西外大の話ちょっと一個だけしとくと、はい、キャビンアテンダントの合格率がめっちゃ高いんですよ。ああ確かにね。CA ウハウハ大学。バカタレ。頑張ってね。はい。CA。お兄さんは今会社員の方ですか？会社員です。あ、どんなお仕事されてるんですか？証券です。あ、そうか、証券マンか。すごい。喫煙者ですね。喫煙者。あ、そんなタバコ吸われてますか？喫煙所でタバコ吸ってないんですけど。あ、アイコス、はいはいはい。これ何ていう銘柄ですか？マルボロ。マルボロ、はい。タバコ吸う方、低学歴説を検証っていうのをやってるんですけども、はい、大学どちらなんですか？UCLA とか。UCLA？カリフォルニア大学ロサンゼルス校のこと間違いないですか？おお、絶対さ、それさ、うん、世界大学ランキングとかに入ってるやつや。いや、もう多分得点とかで、ハーバード、ナマサチューセッツ、まあ、コロンビアとかで UCLA とかちゃう。いや、来るよね、それ。日本の大学入ってから行ったんすか？日本の大学は入らないで、高校卒業してから。うわ、名だとか海星のトップも、東大目指さんやねって。海外の大学行くんやって、いきなり。いやもうそういう時代ですよね、もう。超高学歴ってのはその領域や。ずっと高いんじゃん、ちょっと。あ、お前、ちょっと、ごめんなさい。ちょ、僭越ながらよ、うん、はいはいはい、学歴発表させていただくと、はいはい、僕、京都大学なんですよ。はいはいはい、弟子にしてもらえたんですよ。いやいや、どういうことだ、お前。ちょっと、京大の方が頭いいと思うんだ。いやいやいや、いや謙虚、めちゃめちゃ謙虚。いや、やめろ、お前、キモいな。何でも何でもするんで。いやいや、やめろお前。ちょっと雇ってもらえない。お前バカだね。雇うかお前、なんか本当に。UCLA でしょ。すごいよ本当に。すごいよ。いや若手市場過去一よね。過去一ですよ。うわー、えぐ。で、いや、タバコやっぱ吸われるんですね。タバコはそうですね、吸います。ああ、いやもうこれうもう喫煙者の星ですよこれ本当に。紙タバコ吸ってた時期とかないんですか？紙タバコはちょっと昔吸ってたんですけど。あ、吸ってた。歯が黄色くなったりとか口の中に残ったりするんです。あ、まあ、やっぱりね、高学歴やね。健康意識してる。そう、してます。健康かどうかわからないですけど。いやいや、これね、アメリカ流なのよ、うん、アメリカって、はいはい、太ってる人間、うんうん、出世できなかったりする、はいはいはい、健康管理できてるかどうかも、うんうん、あの出世の基準らしい。確かにね、お前絶対無理だと思う。おい、うん、誰がアメリカの平社員や。いや、もう出荷前の無駄です。おい、フィードロット行ってへんわ。すごいワイルドなお兄さんを今新橋で見つけました。ね、はい、え、お兄さん社会人ですか？あ、社会人です。はい、社会人ですか？経営者やってますね。あ、そうっすよね。社長さん？ビジネススクールやってますね。あ、そうなんですか。タバコとか吸われてるんですか？タバコ吸おうかなと思って。なんて銘柄ですか？これはメビウスですね。5ミリとかですよね、きっと。そうそう、そんな感じ。6ミリ。6ミリですね。タバコ吸い始めたのはどのぐらいですか？うん、20歳ですね。あ、タバコ吸う方、低学歴説を検証ってやってまして、最終学歴はこちらですか？高校出た時に、はい、就職もまだしたくないし、はいはいはい、大学行く勉強もしたくないから、はい、専門行きました。ああ、そんな経営者の会社終わってる。いや、バカだって。お前言い過ぎだよ、お前本当に。タバコは、はい、やっぱ世の中に迷惑かけてるんですよ。ポイ捨てとかゴミの問題とか、はいはい、副流煙とかの健康の問題とか、はいはいはい、これ機会に、はい、タバコやめてもらえないですか？そういう流れですか？でもこれタバコやめないと、やっぱいい人生待ってないですよ。わかりました。お、え、やめます。おお、わかりますわ。もうやめますよこれ。え、せっかくさあ募集しました。これで一人また健康な人類が生まれましたよ。おい、タバコは日本をダメにする。というわけで、新橋で紙タバコをこの時代に吸ってるやつ、低学歴説を検証してきました。はい、
意外と高学歴、うん、いや高学歴もいた、まあ、一部ね学歴低い人もいたけど、まあまあまあいましたね、高学歴たくさんいたね、いましたね、だから一概には言えへんのかな、ね、学歴では測れない喫煙者でした。ただやっぱね、みんなが自覚してるのは、はい、やっぱタバコをやめれると思って吸ったらやめられへんかったとか、やっぱりこういろいろねデメリットがあるって分かって言ってたんで、うん、できればみんなも吸わへん方がいいかなとは思います。絶対吸ったらあかんで、ね、俺も吸ってへんから、うん、お前ら吸ったら負けやぞ。そう、僕はおっぱい吸いたいです。任されよ。というわけでね、皆さんぜひチャンネル登録の方お願いします。ぜひこの動画面白かったら、いいねボタン押してもらって、僕らのツイッターあります。高田の勉強法も、高田の勉強の様子も載せてるんで、ぜひ見てくださいね。今日この辺でバーイ。なあ、ふうみん、やめろマイ T シャツの季節も終わったから、これ分かってからあげようぜ。分かってカレー、うん、低学歴に作れるかな。やめろお前、詳しくは概要欄で。